バブー、大きく元気に育ってるのな。僕たちはポッピンズ、今赤ちゃんを育てているんだ。はい、ということで、なんと僕たち赤ちゃんを育てることになったみたいです。バブー、なんか聞き覚えのある声なんだけど。お、何か投げたぞ。誰かの日記だ。パラリ、100日後に伝説のバナナを食べさせてくださいって書いてあるよ。バフー、伝説のバナナ。僕聞いたことがあるよ。この世界にはどこかにとてつもない生命力を持ったバナナが存在するって。きっとそのことだよ。そしてこの赤ちゃんの正体は間違いないバナオくんだよ。実はバナオくん、ちょっと前にふざけすぎちゃって転生したんだよ。バナオくん、危ないよ。大丈夫っすよ。ギャー、バブー。それで転生した姿がこの赤ちゃんっていうこと。だから伝説のバナナを食べたらバナオくんの姿に戻るってことなのかな。バブー、そういうことらしい。なるほど。ただ僕たちはこの世界に残り100日しかいれなくて、100日後には僕たちも転生しちゃうらしい。つまり死ぬっていうことだね。そんなのどうするのだ。だから僕たちはバナオくんのお父さんお母さんとして立派にこの子を育ててあげるんだよ。バブー。それではなぜだかわからないけども、バナオくんが赤ちゃんになっちゃったので食料をね、集めに行きたいと思います。で、まず外はゾンビが徘徊していて危険だから、まーちゃん、そこの感圧板踏んでみて。はーい。おー、ダイヤのゾンビ、ケンタバナナ。身の安全を守れるはずだから、バナオくんのことをよろしく頼むね。そして次にチェストの中にあるこのアイテムを使ってあるものをね、作っていきたいと思います。バブー。よし、それじゃあ早速牛を探しに行こうよ。赤ちゃんの食べ物といえばやっぱりミルクだよ。だからミルクを取るために牛を探しに行かないと。牛をおびき寄せるためには小麦が使えるから、この小麦を取っておこう。なるほど。では一体どこにいるんだろう。おそらくこの近くにいるはずなんだけどな。あ、見てよ、牛発見なのだ。ナイスね。これでこれからどうするのだ。ここにミルク自動回収装置を作るんだよ。なるほど、これなら私に任せるのだ。バブー。それじゃあ早速作っていくよ。まずは縦に3マス穴を掘っていったらドロッパーを設置します。3マス目に設置していくんだ。そう。なるほど。で、ホッパーもつけて、よし、これで作りは OK。 あとは回路を上げていくだけで簡単にできるのだ。バブー、できた。バナオくん特製、いつでもミルクを飲もう装置の完成。バブー。お、バナオくんが嬉しそう。早速この感圧板を踏んでみてよ。バブー。お、今何か出たな。ヤミー。飲むの早っ。ヤミー。さあ、こうやってバナオくんが好きな時にルクを飲めるポーズになってるの。ダブーン。じゃあお腹空いた時はいつでもここでミルク飲んでね。ダブーン。喜んでくれてよかったのだ。今だね。バナオくん取れるようになってるのだ。3日目にしてこのサイズ感、成長が恐ろしく早いです。トランポリンで遊びたいよ。え、なんて。トランポリンだよ。トランポリンで遊びたいの。しょうがないな、トランポリンか。それなら、必要なのはスライムに粘着ピストン、レッドストーンにリピーター、スライムボールがあれば作ることができると思うから、早速スライム狩りに行こうか。はい、ということで無事に沼地に着いたんですけど、うんうん、あ、スライムいるのだ。早速ね、あのスライムを買っていきたいと思います。みんなで協力してね、スライム倒していきましょう。よいしょ。
結構攻撃力高いぞ。おスライムボールゲット。よしそれじゃあね、たくさんスライムボールも集まったから、バナくんが作ってほしいって頼んできたトランポリン作っていきましょう。イエーイ。まずは作業台でスライムブロックをこうやって、これでスライムブロックの完成。これを9つ作っていきます。そしてツルハシを持って、あとはそうそう、これこれ粘着ピストン、これが絶対に必要なんだよ。粘着ピストンを上向きにセットして、この上にこんな感じでね、うん、よいしょ、9つのスライムブロックを設置していきます。そしてここにレッドストーン回路を敷いていきます。リピーターをこうして、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 くるっと一周回るように設置していきます。なるほど。ポイポイポイっと、ここにスイッチをつけて、つけた瞬間にオフ。これでずっと回路が回り続けて、トランポリンの完成。すごい。あのくん、早速使ってみるのだ。おおどう、バナオくん。楽しい、楽しい。すごい。これで家族の絆が深まるよね。うんうん。キャー。バナオくん、また転生しちゃうから。危ない。危ないぞ。バナオくんがこの家に転生してからもう10日目か。めちゃくちゃ成長スピードが速すぎるのだ。お腹が空いたよ、お菓子くん、おばあちゃん。そろそろバナオくん、ミルクじゃなくて固形物とかどう？食べれるんじゃないの？確かに。パンとか食べたいね。パン？パンなのか。おしゃれなバナナにはパンだよね。聞いたことないよね。わかりました。それならバナオくんにパンをたくさん食べさせてあげたいから、あれを作っちゃおっかな。あー楽しみだね。リクエストが多い赤ちゃんなのだ。バブー、こういう時だけ赤ちゃんぶって。それじゃあここに早速バナオくんが喜ぶあれを作っていきたいと思います。バブー。縦11マス横8マスに、畑を作っていきます。で、こんな感じで囲ったら、うん、次にここを耕していくんだね。そうだね、ただ耕す前に水をね、水源を作ってないとすぐに乾燥しちゃうから、うん、こんな感じでここを耕していくっていう感じだね。なるほど。よし、だいぶ立派な畑ができたね。ここまでできたら、ここにディスペンサーと中に水入りバケツを置いて、ここからレッドストーン回路をね敷いていきます。よいしょ。ここまで回路を敷いてきたら、このホッパーに自動で小麦が入ってくれるから、このホッパーからこのチェストに入るようにチェストはぬん。なるほど。そしてここにボタンを設置して、こっちにももう一つボタンを設置して回路をつなげていきます。これで完成。二ついるんだね。一体どうなるんだろうね。これでここにこうやって小麦ができると、まずはこのボタンを押すでしょ、押すと向こうから水が流されてる。あー、ウォータースライダー。で、この中に小麦が入ってくれるから、入った後にこっちのボタンを押すと水流が自動で止まってくれるっていう仕組みになってるんだよ。なるほど。画期的。これなら一度にたくさんの小麦を回収できるから、バナオくんもたくさんパンが食べれると思うんだよね。やったー。じゃあ小麦を浮いていくよ。まるでもう20日目か。バナオくんもそろそろ大きくなってきたし、伝説のバナナ探しに行ってもいいかもしれないね。そうだね、だいぶ体も丈夫になってきたしな。それじゃあ準備して、バナオくんが必要としてる伝説のバナナ探しに行こうか。まる、アイテムをしっかり持っていこう。おりし、行ってみよう。もうどっちの方かわかるの？プンプン匂ってるよ、バナナの匂いがね。ようやく森みたいな場所にたどり着いたけど、あ、なんか建物があるよ。え、
見えない。ちょっと見えにくいのだ。見えないよ、バナナ君。ここに伝説のバナナがあるってことかな？なんかそんな気がするんだけど。行ってみるのだ。ここはなんかあれだな、聞いたことがあるぞ、うん、森の奥深くにあるという、うん、森の洋館じゃないかな。ここにバナナがあるのかな。見つからないね、うん、僕本で見たことがあるんだけど、うん、この森の洋館にはレアアイテムが一つあって、うんうん、それを見つけるともしかしたら僕たちこの後いいことあるかもしれない。なるほど、じゃあせっかくだし見つけに行くのだ。まる、宝はどこだ。まずい、なになに、エボーカーだ。本当だ、こいつを倒そう。よし行くぞ。おっと、いろいろ出しきるぞ。大丈夫、僕たちが力を合わせれば、こんな大したことないよ。気をつけて、エボーカー魔法を使ってくるから。まべー、よしあ、ナイス、どんどん食べてるな。およし、一番最強なのだ。噛み応えがしっかりしてるね。よし、こいつを倒せば全滅じゃないか、うん、よし、よいしょ、ナイス、よしいいもん手に入れたよ、うん、え、超レア。あ、あとこれ曲げよう。よし、めちゃくちゃゲットしたな。バナン君すごいのだ、うん、これは不死のトーテム、もしかしたら僕たち今後これ使えるかもしれない。伝説のバナナはなかったけど、いいものゲットしたぞ。よし、このまま伝説のバナナも見つけるのだ。バルーン、残り20日しか期限がないから急いで探さないと。こっちの方だと思うんですけどね。わあ、どうしたの、どうしたの、え、そんなバカな、これじゃ僕たち渡れないよ。おいらぐらいの体の大きさならこれぐらい一飛びでいけるっすよ。いや、それは危ないんじゃないかな、絶対やめた方がいいのだ。いくぞ、うわぁ、お、落ちちゃった。全然届いてないけど、ラッキーだったね、バナオくん、うんうん、下の水流でなんとか生き残ったみたいだ。よかったのだ。でもどうやって登ったらいいんちかね。これはちょっとな、しょうがない、バナオくん、ちょっと待ってて、うん、ゴーゴーカッシー、よいしょ、あぶねー、まーちゃん大丈夫だよ。ゴーゴーまーちゃん、ゴーゴーまーちゃん、セーフ、よかったのだ。いや、みんなここまで降りてきちゃったの、バナオくんについて、うん、どうやって上がるっちかね。しょうがないな、それじゃあ僕が持ってきたこのアイテムを使ってあれを作ってあげよう、うん、先ほどハヌンするでしょ、うん、そしてこのブロックを使ってハーフブロックを作ります、うんうん、そしてまずはハーフブロックをここに設置、うん、そしてその周りを1マス開けてディスペンサー、このハーフブロックを囲うようにしてディスペンサーを置いていきます、うん、なるほど。さらにこの四隅に石ブロックをハヌンハヌン、ここから水を回収しまして、うんうんうん、この間に水流を流します、うんうんうん、よし、これで周りを水とディスペンサーで囲ったら、うんうん、中に家から持ってきた TNT、うんうん、これを設置していきます。なるほど、 TNT を設置したらこの上にこうやってレッドストーンをハヌーンして、うん、最後に余った角にボタンを設置。なるほど、これで脱出用装置の完成だよ。もう完成？よし、それじゃあ僕が先に見本見せるから、うん、後についてきてね。なるほど、まずはこのハーフブロックの上に乗って、うん、このボタンをスイッチオンすると TNT が出るから、この爆発合わせてこうして落下すると危ないから、よいしょ、水バケツで落下ダメージを受けないようにしておくと。ナイスすぎるのだ。 TNT の爆風で飛んじゃうってことだね。そういうことです。よし、俺らもやるぞ。うん、行ってみるのだ。よし、気をつけてね。ゴーゴーバナナー、わー、すごいのだ。
はぁ、楽しいね。伝説のバナナに向かっちゃうよ。合ってるのかな。そこだけはすごく心配だぞ。よし、出てきて。匂うね。本当？バナナ君ちょっとでかくなりすぎてなんかわかんないよ。もう何が匂うの？あれは？ん？ん？ん？なんだあれは？あれは普通のバナナに見えるんだけども。いや、よく見るとおかしいのだ。なんかどんどん落ちていってるね。うん、バナナが落ちるってあるの？ん？え？え？何あれ？動いてない？間違いない。あれが絶対伝説のバナナだよ。捕まえるのだ。あ、どこ行った？あ、いたのだ。煽ってるなこのバナナ。ギリギリまで待ってくるのだ。なかなか悪いバナナだね。よし、捕まえた。ついにゲットしたよ。あ、二人ともありがとう。食べてみるのだ。うん、美味しい。あ、バナナ君。お、二人ともそんなフル装備でどうしたんすか？バナナ君もしかして赤ちゃんだった時の記憶ないの？うん、全然ないよ。でも本当に戻ってるのだ。よかったよ。バナナ君転生して赤ちゃんになって、うん、100日間かけて元の姿に戻ったんだよ。ああ、じゃあ二人のおかげで戻れたってことっすかね。愛してるぜ。そして僕たちは、うん、この世界には100日しか入れない運命なんだよ。うんうん。そして今日がその100日目。え？ってことは？バナオくんが元気にすくすく育ってくれて大きくなったし、僕たちの役目も終わりかな？だね。なんとか間に合ってよかったのだ。え？悲しいっす。え？カシ君大丈夫？もう僕たち時間がないみたい。え？苦しいのだ。え？どうなった？大丈夫？二人とも。え？あれ？あ、もしかして僕たち、うん、森の洋館で手に入れた不死のトーテム、あれを持っていたから命が助かったのかも。なるほど、絶対それなのだ。じゃあまたずっと一緒にいるってことですか？そういうことなのだ。最高ハッピー。はい、ということで無事にバナオくんを元に戻して生き残ることができました。イエーイ。バナオくんさっきまで画面いっぱいだったからちょうどいいんじゃないの？バナオくんが元の姿に戻ってよかったねって思ってくれたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。そして前回の動画のポッピンズのハートに花丸ズッキュンちゃんはこちら。スーをやめるなんてバナオくんおしゃれに目覚めたのだ。大人だからね。バナオくん、もう勝手にスーやめちゃダメっすよ。あ、コシくんに映ってるかもしれないっすね。それじゃあまた次の動画で、ね、バイバイ。バイバイっす。コシくん憧れてたんだね。でももうバナくん伝説のバナナによって生まれ変わっちゃったから使っていいよね。